皆さんこんにちは、キコです。本日はお悩み相談室のコーナーです。このコーナーでは、皆さんからいただいたお悩みに私キコが直接お答えしています。お悩みは現在オンラインサロンで募集しております。ご興味のある方は、概要欄に URL が貼ってありますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。それでは早速本日もサロンメンバーさんからいただいたご質問にお答えしていきたいと思います。ニックネームネロリさんです。キコさんこんにちは。大学卒業後就職して理不尽な社風に体を壊し、勇気を出して辞めて会社で培ったノウハウを生かしフリーで音楽の活動をしています。たまに教えたりもしていますが、手前味噌ですがいい指導者だと思います。それなりにスキルもアップして経験も積みましたが、願った収入まで届きません。自分の能力をいろんな人に使ってほしいし、提供したいし、やる気はあるのですが縮小方向になっています。大きくするために税理士さんを雇ってみましたが、自分でもできるレベルの仕事なのでもったいなくてやめました。旅行も好きなので大好きな飛行機で仕事しながら国内外の旅行もしていきたいです。内観も6年くらいしていますが、気持ちは少し楽になっているものの現実がいまいちです。どうしたら年収もアップして新しい大きい家に住んで生き生き活動する自分になれますか？何のブロックがあるのか教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします、ということです。はい、ネロリさんご質問ありがとうございます。それでは早速お答えしたいと思います。はい、今日のご質問はですね、バンジーできっとね、仕事辞められて、これからこういう風にしていきたいなっていう夢がはっきりあって、いろいろやっているもののあんまり収入になっていない、どうしましょうっていうことだと思うんですけど、結構こうね、このね、似たようなお悩みいただくことが多いんですよ。私も、社会人経験があって、まあ、バンジーで会社辞めて、で、起業してっていうのがあるので、私はね、本当に辞めてよかったなと思うし、最初の数年は起業して、なかなか収入も安定しなかったんですけど、まあ、3年目ぐらい、4年目ぐらいかな、から、一気にすごく伸びたっていうのがあるんですよね。この、お金のバンジー、仕事を自分でやる、好きなこととか、自分の才能を生かして仕事をするっていう時って、本当に個人差があって、辞めて即芽が出る人と、私みたいに数年は、芽が出ないっていう人もいるし、それがね、もう、1年の人もいれば10年の人もいたりして、ちょっとね、見極めが難しいですよね。私は10年待てばいいのかな、それとももう向いてないよってことなのかなとか、すっごい不安になっちゃうと思うので、その気持ちもすっごくわかるんですよ。なので、きっとね、似たような状況の方多いと思いますし、まあ、これから自分も会社辞めて好きなことで起業したいなみたいに思ってる方もきっとね、こういうところが一番不安なんじゃないかなと思うんですよ。なので今日はそこをお話ししていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。はい、私がね、このネロリさんのご質問を拝見して、まず最初に直感的にね、思っていることは、多分掘り下げがざっくりしてるんだろうなって思いました。もうちょっと細かく掘り下げをした方がいいポイントがいっぱいある気がした。なんでかっていうと、これお金のブロックだけじゃなくて他のこともそうなんですけど、私もね、お金のブロック、その収入が安定しなくて、やりたいことをやっているはずなのに、なんかこっちで方向性としてなんかお知らせも来るし、シンクロとかいろんなことが起こって、多分こっちのはずなのに、なんでお金だけついてこないのってすっごい悩んだ時期があるんですよ。で、結局3年ぐらいはもうとにかくお金のブロックを外しまくる毎日だったんですね。まあ仕事もなくて暇だから、でお金もないから掘り下げタダじゃないですか。掘り下げ、バンジー、瞑想っていうのをひたすらやってたんですね。で、その時にやっぱりお金のブロックを外したと一言で言っても、一個大きなブロックをボンって外したわけじゃなくて、この時の親のこの発言とリンクしていたのがこの部分で、ここの部分は過去の学校で言われたことでとか、ここは父親のこれに言われたことでとか、実はお金って一言で言ってもいろんなブロックがそこにはあるんですよ。あの体験から来てる。で、社会から刷り込まれたブロックとかもあるから、これはなんか別に親からは言われてないけど、なんか社会の中で思い込んじゃったなっていうことだったり、祖父母から言われたこととかめっちゃいっぱいあるんですね。で、それを一つ一つ見つけて、取って、見つけて、取って、見つけて、取ってっていうのをひたすらやったので、一発バンジーしたら、
いけるよっていうことではないんですよ、残念ながらね。だからうまくいかないことって、うまくいってないんだから、掘り下げ案件はめちゃくちゃいっぱいあるわけですよ。これもやった方がいいよっていうこといっぱいあるわけですね。で、私がいつも言ってる掘り下げっていうのは、望まないことが起こった時とか、なんか嫌だなとか悲しいなとか辛いなって思った時にやりましょうっていうふうにお伝えしてるので、そう、お金なくて困ってる時ってそんなことばっかりじゃないですか。だからもう掘り下げ放題なんですね。で、その都度その都度いろんなブロックを外していくと、だん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 お金の回路が開いていくっていうことなんですね。で、そのブロックを外すっていうのは必ず行動とセットなので、掘り下げをしたら終わりとかじゃなくって、掘り下げの後にやっぱり万事行動を変えるとかってことがついてくるんですよ。なので掘り下げて行動も変えてっていうことを両方やっていって、徐々にこのお金の回路っていうのがね、開けてくるんですね。で、まあ、ネロリさんも6年ぐらい内観はされているっていうことなんですけど、気持ちは少し楽になってるものの、現実はいまいちですって書かれているので、多分ね、ネロリさんの場合はブロック外しとか、そのなんか内側、目に見えない部分はすごいされてると思うんだけど、多分行動の部分が足りてないのかなっていう感じがしました。うん、全く行動してないってわけじゃないけども、多分欲しい額に届かないぐらいの行動量なのかなっていうふうに、なんとなくね、この文章を拝見すると感じることですね。うん、で、いろいろあると思うんだけど、そのブロックっていうのも、ネロリさんの場合はまずフリーで音楽の活動をされているんですよね。で、まあ、詳しいこと書かれてないので、どういう音楽活動をされているかはわからないんですけど、ただそのまあ指導者の部分もされていると。で、まあ、ご自身でも結構いい指導者だと思うのに、お金入ってこないっていうことですよね。で、それなりにスキルもアップして経験も積みましたが、願った収入までは届きませんっていうことなので、これね、実はね、スキルアップ確かに必要なんだけど、スキルアップと収入っていうのはあんまり比例しないんですよ。残念すぎるお知らせなんですけど無駄ではないです、全く。ただこれはお金の回路が開けている人は、スキルアップをすればどん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 、お客さんも喜んでくれて、口コミで広がってとか、金額も上げられてとかね、できるんだけど、そもそもお金の回路がない人がスキルをアップしたところで、なんかゼロに何かけてもゼロと同じみたいな感じでね、全然お金回らないんですよ。だから最初はスキルアップももちろん必要だから、同時にやっていく必要はあるんだけど、スキルアップや経験を積んだからといってお金が入ってくるかどうかは全く別だって思っておいてもらった方がいいかと思います。だからスキルアップをしていくと、指導者としてはすごくいい先生とかになっていくんだけど、世の中いい先生だけど売れてない人いっぱいいるし、もっと言うなら、なんかすごい才能のあるアーティストさんなのに全然お金になってない方の方が多いんですよね、残念なことに。だからやっぱりそこは別なんだなっていうことを知っていただいた方がいいと思います。どっちかっていうと、スキルアップっていうのは自分を成長させることじゃないですか。だから内観とかと割と似てたりするんですよね。そう、自分に矢印が向いているから。でもお金っていうのは対相手、絶対お客さんがいて、ここの間で循環が起こることですよね。だから外側に意識を向いてないと、やっぱ収入っていうのは増えないんですよ。だから外に向かって行動をするということ、自分のスキルアップの行動っていうのは内側に向かった行動だから、どうやってこの商品を広げていこう、どうやって売っていこうかなって考えるのが外側のアクションなんですよね。で、こう内観が得意な方って自分に矢印向いてること得意なんですよ。だけど外側に矢印向けるのがすごい苦手な方が多いので、もしかしたらネロリさんもそうなのかなっていうふうに感じました。で、ネロリさんが書かれている文章の中では、自分の能力をいろんな人に使ってほしいし、提供したいし、やる気はあるのですが、縮小方向になっていますっていうことですよね。ということは、その能力を使ってほしいって思いがあるのに、なぜ、それが広がっていかないのかっていうと、そこに必ずブロックがあると思うんですね。例えば、まあ、予想されることとしてはですね、能力を使ってほしいってなっている時に、使ってほしいならまず知られなきゃいけないけど、私こういうのできますよって知らせることが苦手っていうことも考えられるし、あとね、これはね、私自身が経験したことなんですけど、自分が結構私いい指導者だよって思っていらっしゃるわけじゃないですか、ネロリさんが。で、私もね、最初カウンセラーをやり始めた時、私結構いいカウンセラーだよって、結構私自分のカウンセリングに自信あるよって思ってたんですよ。なのになんで予約入ってこないんだろうって思ってたんですけど、これね、
もしかしたらねるりさんにも通じるかもしれないし、今見てくださってる方の中でも、これがすごい、なんかブロック外しになるかもしれないから、ここよく聞いといてほしいんですけどね。私が実際経験したことっていうのは、すごい自信があるんです、自分のカウンセリングには。ただ、経験値はそんなにない。その10年、20年クラスでやってる人に比べたら、私なんてまだ1年目っていう感じだったんですね。だから、1年目だし、駆け出しだから、これくらいの金額にしなきゃって言って、安めに設定したんですよ。まあ、安めとは言っても、まあ、相場ぐらいかなって感じ。だから、その金額だけ見たら安って感じじゃないんだけど、相場ぐらいの金額にしてたんですよ。でも、自分によくよく聞いてみたら、私相場より絶対カウンセリング上手いと思ってたんですね。平均より絶対上手いもんって自分が思ってたのに、ちょっと遠慮して下げたりとかしてて、で相場ぐらいの価格で売れないから、もっと下げたりしてたんですよ。割引とかして。でも全然お客さん来なくて、なんでだろうって本当に苦しかったんですね。でも気づいたんですよ。自分は自分に自信があるのに、なんで価格だけ自信ない価格つけてるのっていうことに。で、もしかしてこれバンジーと思って、ただでさえ安くしてもお客さん来ないのに、価格を上げるって、まあ、現実的に考えたら意味わかんないじゃないですか。って思ったんだけど、でももしかしたらそういうことって思って、もしかしたらさ、インナーチャイルドが、そんな価格じゃ売らせないからって言ってるかもしれないじゃないですか。自分の潜在意識の中で、やっぱ一致してないわけですよね。自分が自分に対している評価と、外側に自分が出している、価格が合ってないとずれてるからお客さん来ないようになってるんですよね。それで、私いきなり、確か2倍か3倍くらいの価格に、バーンって上げたんですね。来るわけないよねって思いながら上げたのに、なぜかそこからお客さんがすごい来るようになったんですよ。いや、だから本当不思議だなって思いました。現実的に考えたら逆なのに、やっぱエネルギーとか潜在意識なんだなって、それは強く実感した出来事でしたね。だから私は結局なんでお客さんが来なかったかっていうと、ちゃんとスキルがあるって自分で信じれてたし、自分のカウンセリングめちゃくちゃいいって思ってたのに、でも他の人に比べたら経験も浅いし、まあ年齢も若いしとか、駆け出しだしとか、なんかいろんなことを考えて、まあ相場以下か相場ぐらいかなみたいな感じでつけてたんですよね。それが良くなかったなって思います。だからもしかしたらこっちパターンの方もいらっしゃるかも、でもその逆もあってですね、こういうことを言うと、その表面だけ真似して、あ、そうなんだ、価格倍にすればいいのねって言って倍にするんだけど、でも実際は自分の商品に自信ないっていう逆パターンの方もいるんですよ。あんまり自信ないけど、とりあえず真似して価格を上げてみたっていう人は売れません。だからね、結局潜在意識と価格が一致してたら売れるっていう話なので、値段を上げれば売れる、下げれば売れるっていうことではないってことなんですよ。で、これは自信があるなしにも比例するし、もう一つね、また別の軸で、例えば私はこれをとにかくたくさんの人に広げたいって思ってたら安くした方がいいこともあります。でもこれは私はすごいたくさんの人じゃなくて、もう少ない人数にめちゃくちゃ価値のあるものを提供したいとか、もう一点物だから本当に価値が分かってくれる人にしか売りたくないって思ってるんだったら、価格を高くした方がいいんですよ。で、これは人それぞれじゃないですか、考え方っていうのは。だから自信のあるなしとか、自分が自分の商品に対して潜在的に思っている価格も人それぞれだし、それを広げたいのか、それともピンポイントで届けたいのかっていうこととかによっても価格って変わってくるはずなんですね。だからこの辺は本当に掘り下げして、自分の感覚とちゃんとつながらないと正しく値段がつけられなくって、それがその値段が安すぎても高すぎても売れないんですよ。これはね、他の人とかも見てても、やっぱりそのなんか高すぎてこんなもん売れるわけないよねって思ってるのに、こう形だけなぞってね、高くすると売れるらしいよって言って高くしてた人やっぱ売れてなかったし、私みたいになんか相場これくらいだからこれくらいからかなとか言って下げてると、やっぱそれはそれで売れないっていうのを見てきたので、やっぱね、ここもね、こういう売れない時期こそ、とにかく自分ともう細かくつながって、もう細かく細かく自分はどう思ってるのって、自分は潜在意識としてね、潜在的に深いところで本音でどう思っているのかっていうこと、どうしたいのっていうこと、自分の商品に対してどう思ってるのっていうことをちゃんとつながって聞いていかないと売れないんですよ。そう、だから私がさっき言った掘り下げがちょっと雑かもねっていうのは、ざっくりしてるのかもねっていうのは、こういうことなんですね。めっ
ちゃくちゃ細かく自分と会話をしていろいろ聞いてあげないと、これね、お金回んないんですよ。自分とつながってる人がやっぱお金の回路は開けていて、自分とずれてる人ってお金の回路閉じるんで、ここがポイントなんですね。だからお金のブロックを外すっていうことも細かくしてほしいし、自分がそのビジネスを通して何をしたいのか、どんな人に届けたいのか、いくらぐらいの価値だと思ってるのかっていうこととかも全部細かく、めちゃくちゃ細かく自分と会議をするって感じですね。そう、これができてくると、あのお金の回路回り始めたりするんですよ。で、あのおそらくね、ネロリさんの場合はその先、そのお金が入ったらどうしたいかっていうところすごく見られてると思うんですね。旅行が好きなので、まあ、飛行機で仕事しながら国内外の旅行行きたいですとか、その辺のビジョンは見えてると思うんですよ。だけどそこはもう、じゃあしっかり見えてるからいいとして、手前ですよね、のビジョン、これを、いくらで売るのか、これを売った時のお客さんの喜んでる顔とか、どんな風にやっていったらいいのかな、どうやってこれを伝えていけばいいかなとか、そこももうちょっと細かく見てあげたらいいかなって思いますね。だからね、ブロックね、いっぱいあると思う。何のブロックがあるのか教えてほしいですっていうことなんですけど、今お伝えしたことだけじゃなくて他にもね、いっぱいあると思う。でもそれはもう、あなたブロックだらけだからお金稼げないよみたいな意味じゃないので、安心してください。あの、みんなあります。で、それがちっちゃいブロックがいっぱいある人っているんですよ。で、ほとんどの人は大きいブロックとちっちゃいブロックがいっぱいみたいな感じなんですけど、その、まあ、大きいブロックっていうのは結構ね、長年かけても取り組んでたりするんだけど、ちっちゃいブロックって意外に気づかないんですよ。そのさっき言ったさ、私だったら、自分では3万円ぐらいかなって思ってるのに1万円ぐらいつけてたとかだったら、これもブロックですよね。相場が1万だったら1万ぐらいなんじゃないのみたいな。相場ぐらいじゃないと、みたいな。で、売れないんだったら、ちょっと、半額とかにした方がいいのかな、とか、この考え方もブロックなんですよね。まあ、試行錯誤するのは悪くないですよ。安くしてみようかな、ダメだったらじゃあ戻そうとかっていうのは全然いいんですけど、自信がなくなってくると値下げしたくなるとか、何がいけないんだろうみたいに考えがちなんですけど、こういうところにも実は小さなブロックがありますよね。だから、細かいブロックっていうのはめちゃくちゃ丁寧に自分を見てあげないと気づけないので、そういう意味でブロックはまだいっぱいあると思います。ただ、小さいブロックって外すのも簡単なんですよね。だから見つける方が大変。ちっちゃいから。そんなに大事件とかも起こらないから。ということはどうするかっていうと、大きいブロックっていうのは事件を引き寄せてくるんですね。だからその事件が起こって初めて、内観して気づいて外すとかができるし、割とこう自分でも自覚しやすい。けど小さいブロックっていうのは、そんなに事件が起こらないんですよ。良くも悪くも。だから自分でしっかり自分を見てあげて、自分とちゃんとつながって、要は掘り下げをいっぱいして、自分に細かく細かく意識を向けていろんなことを聞いてあげるっていうことをしていって、積極的にブロックを見つけて外した方がいいですね。外すのは簡単なんで、ちっちゃいのは。なんでそういう風にされていくといいんじゃないかなっていう風に思いました。だからね、税理士さんとかもね、私苦手なことは人に頼みましょうっていう風によくお伝えしてるので、多分税理士さんを頼んでとかってされたと思うんですけど、でもね、まだお金がそんなに回ってない時からやる必要もないかなって私は思います。だからもったいないなって思うんだったら、やらなくていいと思う。もったいないなって思ううちは、まだ自分の器に合ってないんだなって思っていただければ。で、一応試しとかにやってみて、わ、これは楽だみたいになる時あるんですよ。いや、なんでもっと早くやんなかったんだろうって思う時がいつか来る。それは本業でめちゃくちゃ忙しくなった時。こんなことやってる場合じゃなかったなってなる時があるんだけど、本業がうまくいってない時に、こう、外注さんに頼んだりとか、なんかこういうプロの方に頼むと、なんかもったいないな、なんかコスパ悪いなみたいになっちゃうんですよ。だから、それだって自分の本音なわけじゃないですか。だったら、要はお金の回路が開けてないのに、出す方ばっかりやっちゃったら減るばっかりになっていって、もったいないな、これ意味あるのかな、コスパが悪いな、お金なくなっちゃうよ、みたいな、どんどん不安になっていくんだったら、今やるべきことはそこじゃないってことですよね。将来もっと自分のメインのことでガンガン仕事が入ってきて、忙しくなったらそういう選択肢をやった方がいい。んですけど、割と気軽にそれを使った方がいいと思うんだけど、最悪忙しくなってからとかじゃなくてね、ちょっと忙しいなぐらいで使えばいいと思うんだけど、全然暇みたいな、もう全然お仕事ないみたいな時は、逆に負担になることがあるので、無理して使う必要もないです。それもさっき言ったように、価格上げればお金入ってくるのねと一緒で、あ、税理士さん使えばお金入ってくるのねみたいな、そういう単純な話じゃないので、その表面だけなぞって真似すればいいっていうことじゃないんですよ。
まあ、ただ一つ、あ、そういう方法もあるんだ、やってみよう、あ、違いました、私には今これじゃないんだなっていう、その試験的にやるっていうのはもちろんトライアンドエラーでいいと思うんだけど、真似すりゃうまくいくっていう思い込みは持たないでくださいね。とにかく、こう、私が今こう話したことって、いろんな選択肢を提案したと思うんですよ。税理士さん使う使わないもそうだし、価格を上げる下げるとかもそうだし、たくさんの人に届けたいのか、一点物を高く売りたいのかとか、いろんなことをお話ししたと思うんですけど、それを自分に聞いていくって感じ。たくさんの人に届けたいとか、たくさんってどれくらい ?100 人かな ?1000 人かなみたいな。じゃあどんなたくさんの人、女性かな男性かな、若い人かな、ご高齢の方かな、みたいな風に聞いていくわけですよ。あ、じゃあ若い人1000人だったらいくらがいいかな、若い人だったらあんま高くない方がいいかなとか、そうやって自分と会議していくって感じですね。うん、だから私がこうやって選択肢を出すのは、これを真似したらうまくいきますよじゃなくて、自分に質問するときにさ、選択肢もなかったら税理士さんつける、つけないっていう質問って、税理士さんをつけるっていう選択肢があるってなってないと聞けないじゃないですか。だから提案しているだけであって、こう質問の選択肢に入れてあげてねぐらいの感じで言ってるんで、大事なのは自分にちゃんと聞くっていうこと。税理士さんつけたいみたいな。ちなみにいくらいくらかかるけど、これをやってでも気持ちよくお願いできるかなみたいな感じで自分に聞いてあげるっていうことですね。はい。なのでね、もうね、自分でビジネスをするときはね、自分の潜在意識とね、自分の思考がね、ちゃんと一致して、お金の回路を開けているっていうことがすっごい大事なので、ここは本当にね、ポイントです。うん、じゃないとね、お金回んないんですよ。間違ったことやってなかったとしても、ちゃんと使命とかを掴んでる人、才能を生かしてる人だったとしても、ここずれてるとそれだけでお金回んないことってあったりするので、今日ね聞いてみて、あ、私は行動が足りてなかったなっていう人もいると思うし、掘り下げが足りてなかったなとか、自分と会議するのが足りてなかったなとか、いろいろ感じたと思うんですね。なので、あ、ここかもって思ったこと、まあ苦手でちょっと避けてきたこととか、あんまりやってこなかったことを逆に積極的にやっていただけると、お金の回路が開くきっかけになるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というわけで今日はこれにて解決。ねろりさん、ご質問いただきましてありがとうございました。こんな感じでですね、私が、サロンメンバーさんのご質問やお悩みにお答えしています。プラネットですね、毎週火曜日に、皆さんとライブ配信で、交流をしております。ご興味のある方は概要欄に URL が貼ってありますので、そちらからチェックしてみてください。というわけで、この動画が面白かったよとか、ちょっとでも参考になったよという方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。キコでした。